します。私の方から行こうって誘ったのに、ううん、なんでもない。キリト、キリ、ううん、私実は。少し先へ。大丈夫だとも。とにかく先に進まなくては。どうしてそこまで頑張れるの？オレンジギルドの罠かもしれないじゃない。すごいね、キリトは。気にならないよ。だってここにいるプレイヤーはみんなホロー、影の存在だから。あの人もここからは出られない。私もずっとずっとこうして、ずっと
丈夫、何でもない。わかった。ごめん、キリト。でも大丈夫。わかった。じゃあまたね、キリト。さよなら、キリト。キリト、私やっぱり。私は後でいいわ。じゃあこれから強化素材集めに付き合ってほしいんだけど、キリト君暇かなって。私も強化素材を集めようと思ってたのよ。一人じゃ辛いからキリトに付き合ってもらおうかと。シノンさんがいいなら私はいいけど。私もそれで構わないわ。一緒に行きましょう。さすがに三人だと早いね。ドロップ率も高いし、目的のアイテムもあっという間に集まっちゃった。かなり降ってきたわね。どうする、町へ戻る？そうと決まったらさっさと移動しちゃおう。このままじゃずぶ濡れになっちゃう。ありがとうって、キリト君、いきなり服脱ぎ出してどうしたの？そんなこと言われても、服が乾くまで着てる服がないよ。でも確かに濡れたままだと体にいい影響はなさそうね。うん、じゃああそこの岩場の鍵に。油断は禁物だから、お互いに目の届くところにいましょう。そうだけど。でも濡れてるものを脱いでスッキリはしましたよね。そうね。あとは雨が上がるのを待つだけかな。
シノンさん、私何か変ですか？別に何でもないわ。何でもないってそんな感じじゃないですよね。ねえキリト君。普段は気にしてなかったけど、リーファって大きいなってちょっと驚いてたのよ。え？何が？って、胸のこと？だから何でもないって言ったのに。ちょっと寒くない？ねえ、もう少し近づいていい？人に密着すると暖かいじゃない。このままじゃ寒いから、もうちょっとくっつかせてもらおうかなって。そんな格好でお兄さんにくっつく方が問題あると思うけど。シノンさんこそ、そんな恋人でもないのに。これ何？真っ黒だけど焦げてない？本当にちゃんと食べられる？わかったわ。それじゃ思い切って。用意がいいのね。変なの、3人揃って裸みたいな格好でご飯食べることになるなんて。さすがにこの展開は予想していなかったわ。これはこれで珍しい体験だし、面白いけど。ねえシノンさん、提案なんですけど、まだ寒いなら仲良く半分こしませんか？半分こ？いい提案ね。そうね、そうしましょう。キリト君の腕あったかーい。
これでちょっと寒さをしのげそうね。これならキリト君も暖かいかな。3人とも寒い思いをしないならそれが一番よね。すっかり晴れたわね。服も乾いたし、これでようやく帰れるわ。シノンさんとキリト君のおかげで暖かく過ごせて助かりました。ありがとう、シノンさん。どういたしまして。こちらこそ助かったわ。せっかくだからまた3人でどこかへ行きたいわね。そうですね、ぜひ行きたいです。ねえ、キリト君も行くでしょ。了解よ。頑張ろうね。Thank you.
Simon, don't stop! I've long awaited this, and